休憩前に引き続き会議を開きます。22番久保康司議員。皆様おはようございます。公明党の久保康司でございます。質問通告に基づき質問いたしますので、市長並びに理事者の誠意ある回答をよろしくお願いいたします。大きな項目の1、長崎平和マラソンについてお尋ねします。長崎平和マラソンの取り組みは本来被爆75周年の記念事業という大きな目的があり、ピースフロム長崎をキャッチコピーに開催される予定でありましたが、コロナ禍の影響により一旦は1年延期して2021年の秋開催を目標に進めようとしましたが、参加人数を3000人に抑える必要があることや、感染拡大防止のために関連行事や沿道の応援自粛となり、開催目的である平和の発信や交流人口の拡大などの事業効果への影響が大きいことなどを理由に、5年後の被爆80周年の節目の開催ということで、新たな目標として引き続き検討を進めていくことと認識していました。現状ではやっとコロナ禍からの脱出ということになり、また新市長の新たな体制のもとにコースや開催時期及び駅周辺や長崎スタジアムシティ建設など新しい街の変化を迎える中、多くの人たちの5年越しの思いが詰まった2025年長崎平和マラソンの開催に向けて、どのような内容が検討されることになるのか、安心安全のもと実行するためには早めに再始動すべきと思いますが、本市の考えをお聞かせください。次に大きな項目の2、環境行政について括弧1、マイボトル運動給水スポット拡充への取り組みについてお尋ねします。ゼロカーボンシティ長崎宣言の実現に向けて、長崎市が掲げる環境行動11か条の一つになっているマイボトル運動があります。またその具体的な行動に関した取り組みとして、マイボトル用非接触型の給水スポットが設置されました。中でも新庁舎における安心安全の水道水を利用した非接触型の給水器は今年1月からの使用であり、8月末までに51,942回の利用がなされています。特に今年の夏は暑さが厳しく、熱中症アラートが連日続いたこともあり、熱中症対策としても十分な効果を発揮したのではないでしょうか。今後、全庁的にマイボトル運動と非接触型の給水スポットの充実に向けて、例えば観光地であるグラバー園や原爆資料館、長崎野母崎恐竜パーク、または避難所や日頃から地域のコミュニティの中心であるフィレーセンターなど、給水器が設置されていない場所や、設置されていても数十年が経過していて、非接触型ではない給水器などがあり、コロナ禍においては利用が禁止されている場所も見受けられました。マイボトル運動は、長崎市民はもとより、長崎に訪れていただく観光客、修学旅行生をはじめ、たくさんの方々が一つになって、長期的に日常的に取り組むことができます。長崎市においては、今後、マイボトル運動を全庁的に、全市的に推進するために、非接触型の給水器を計画的に推進していただきたいところですが、本市の考えをお聞かせください。次に、括弧2、高島の海の環境学習の充実についてお尋ねします。高島の海水浴場を中心に、グリーンツーリズム団体が2010年より海水浴場に生息するサンゴをシュノーケリングして楽しんでもらう取り組みを開始しました。インストラクターがつくことにより、安心安全に海の環境を守る観点からも、しっかりとしたルールのもと、完全予約制で進められていた取り組みでありました。そんな中、サンゴの専門家である宮崎大学の先生や、海の環境を守る活動を推進している民間企業の方々や、その取り組みを応援する東京大学の先生、そして高島の水質の観点から取り組んでいただいている長崎大学の先生などの協力のもと、高島の海の中に眠っていたサンゴという価値がだんだんと証明され、また、
サンゴ育成装置を海中に設置するなど、新しい実証実験も順調に進んでいます。これらサンゴの価値が検証される取り組みの一環として、サンゴと海の環境学習ということで、2018年より毎年1回は高島で開催されています。地元においてサンゴの話を交えて、独自で海の環境学習とシュノーケリング体験を合わせて開催するなど、人数が多いときは釣り体験を加えて対応するなど、海水浴場と釣り公園を生かしたプランも好評のようです。年々高島のサンゴを通してサンゴの専門家の先生等のお力を借りる中で、その内容をさらに活かせる取り組みとして高島サンゴの図鑑、ガイドブック的なものを形にできないかと思っているところです。高島サンゴを中心とした貴重な海の資源を分かりやすく、小学生中学生を対象とした高島サンゴ図鑑作成について本市の考えをお示しください。大きな項目の3、消防防災行政について（1）、軽救急車の導入についてお尋ねします。境外な道路と坂の町長崎は、急な体調不良により救急車をお願いするときに自宅まで横付けができないケースが本当に多くあります。日々の相談の中にも必ず出てくる内容であります。道路が狭いので救急車や消防車が通れるように、なんとか道路を広げることができないのか、こういった声は本当によく聞かれます。大分県臼杵市においては、長崎と同様に狭隘な道路が多く、各地域より軽救急車導入の声が寄せられていて、具体的には3つの地域の中で 35% 以上が高規格の救急車が入れないことが判明され、そこで軽救急車を導入したところ、今まで課題であった狭隘な道路への進入が可能となり、傷病者接触までの時間を短縮することができたそうです。ストレッチャーでの移動が短縮され、傷病者の負担も軽くなり、救急隊の疲労感も軽減できています。他都市でも軽救急車の導入により早急な応急措置につながり、救命率の向上となった例もあるようです。本市においては車道整備事業が進む中、今まで狭隘で通れなかった道路が軽の車両であれば通行が可能となり、回転場が設けられています。このように少しずつ改善されている状況も踏まえ、軽の救急車導入についてどのようにお考えでしょうか。見解をお示しください。次に（2）、 DX を活用した救急搬送の効率化についてお尋ねします。臼杵市においては119番救急の連絡を受けた時点で、患者個人の健康状況情報を検索できるようにネットワークが作られています。病院、歯科医師、訪問看護ステーション、調剤薬局、看護関連、消防等の間で、市民の皆さんや患者の病気やお薬の内容、検査結果などの情報を共有し、協力し合うことで、無駄のない安心で質の高い医療、介護を提供することを目指していて、救急搬送においても、搬送先に到着するまでに患者の情報をもとに準備が行われ、到着後には直ちに救急対応が適切に行われ、搬送時間と救急処置の時短が可能となったそうです。長崎においても、いざというときに救急隊等が活用する安心カードを一人暮らしの高齢者などに配布し、救急搬送の効率化に取り組まれていますが、今後は他都市のような DX 化を図り、救急搬送に取り組んでみる考えはありませんか。お尋ねします。次に（3）、高島の防災行政無線南庁地域への取り組みについてお尋ねします。高島の西浜団地方面で相談の中に出てくる共通の課題は、防災行政無線が聞こえづらいというご相談です。アナログの防災行政無線の頃からあったご相談でありましたので、デジタル化により大型の拡声器に変わるので改装されるとお聞きしていましたが、デジタル化になり改善されたはずなのに、ご相談は減ることはありませんでした。離島高島の自然環境は大きく他の地域とは違います。特に台風等になると風雨の強さは、長崎市内で経験する内容と高島の西浜方面での風雨は比較にならないほど厳しい状況であります。高島で一人暮らしの高齢者の方々におかれましては、災害時の情報の最初が聞こえないことは、
どれだけ不安なことになるのか、もしも寝ているときに防災行政無線が音を発していることを、事態を感じる取ることができなければ、次の行動につながらないので、結果的に逃げ遅れてしまうかもしれません。島という特殊な環境と高齢者の一人暮らしがどこよりも多い地域であります。情報がしっかりと届くためには、個別受信機による情報提供が効果的と考えますが、本市における個別受信機の対応はとても少ないようです。自然環境が全然違うことを考慮して、個別受信機の対応をお願いしたいところですが、本市としてはどのようにお考えでしょうか、お尋ねします。大きな項目の4、平和行政について、括弧1、原爆資料館高校生、観覧無料の取り組みについてお尋ねします。9月1日より、長崎市と長与と時津の高校生を対象に、原爆資料館の生徒観覧料を無料にする取り組みが始まっています。若い人たちが被爆の実相に触れていただく機会を提供し、継承や核廃絶の関心を高めるための取り組みと思われますが、市内、長与、時津在住の高校生のこれまでの平和に関する関心は現状どうなっているのか、また今回はどのような周知方法をされてきたのか、観覧無料化においてはどのような効果を願っているのか、ご答弁をお尋ねします。括弧2、長崎市立図書館の救護所メモリアルの活用についてお尋ねします。長崎市立図書館ができて15年が経過する中、館内に救護所メモリアルとして展示室が設けられています。被爆後に特設病院となった新興前国民学校が市内で最大の救護所となり、多数の被爆患者が収容され、救援・救護活動の様子が分かる展示室が無料で提供されています。見たところ、救護施設の説明が分かるパンフレット等は一切なく、自由に出入りができ、見学していただく場所となっています。展示内容自体は、被爆後の大変な様子が十分イメージできる内容であり、平和学習の一つとして大事な場所ではないでしょうか。また、小単位での平和学習として、市内を回る際に、修学旅行生が立ち寄る場所としても十分な施設になるのではないでしょうか。できれば隣接する長崎県防空本部跡へ立ち寄っていただくことは十分可能な距離と内容であると考えます。救護所メモリアルは、今日までの利用状況はどのくらいあったのか、今後は施設のパンフレット等、資料を提供できないか、併せて検討いただきたいが、本市としての考えをお聞かせください。大きな項目の5、高島の観光について、括弧1、宿泊施設の在り方についてお尋ねします。長年にわたり、高島の宿泊施設として、島の五平太は、島唯一の施設であり、長崎市が所有する運営施設でもありました。2015年、島内においては世界文化遺産が認定され、期待が高まり、島の五平太の耐震等の問題点を含めたところでの改善をお願いしたこともありましたが、残念ながら改善は受け入れられませんでした。また、違う機会に宿泊施設でありながら、館内に不備があることを理由に、3階の個室は使えず、4階のみの宿泊の対応という状況でありましたので、3階を利用するための民泊への切り替えを提案しましたが、やはり改善されませんでした。中途半端な集客の体制や、最後まで宿泊の予約は電話とファックスといった対応でありましたが、お弁当など前もってお願いすると、しっかりと対応されていたようで、高島において最後まで宿泊と食を提供できる施設でありました。島においては大事な役割を担ってきた施設が終わることにより、これからの島内における宿泊施設の在り方がどう変化していくのか、お盆の帰省や観光においては、宿泊を入れての企画を商品化することができなくなり、島内に落ちるお金が減ることになります。宿泊施設を島外に求めて企画する旅行プランは、今までの設定価格から見ると、かなりの高額となり、値上げを停止することになります。また、仕事で島内に渡ってきた方々の対応は難しくなりそうです。本市としては、今後、島内における宿泊のあり方について、どのようにお考えでしょうか、お答えください。括弧に、電動アシスト自転車の導入についてお尋ねします。高島を楽しむための方法として、自転車は快適で、機動性があり、狭い島巡りには最適であると考えています。
信号機が一つもない島であり、島内サイクリングにおいての観光スポットは世界文化遺産をはじめ、軍艦島が別角度で本当に近くに見える場所があり、高島が持つ島独自の時間の流れは常にゆっくりとしていて、コンビニも娯楽もないけれども、釣り客や観光客は違う魅力を感じているのではないでしょうか。そんな癒しの島において、島を巡るためのツールとして、以前より電動アシスト自転車がレンタルされていましたが、少し前のコロナの頃からアシストの機能がなくなり、ただの自転車の機能のレンタルとなりました。ある程度は使用できますが、島内をくまなく回ることはアシストの機能がありませんので、対応可能なのは半周となり、軍艦島が見える丘などおすすめのスポットに行くことは自転車では無理となります。コロナ禍がやっと明けた頃です。今から少しずつ回復に向かうような取り組みを期待しているところでありますが、なんとか電動アシスト自転車の再導入を検討できないか、本市の考えをお聞かせください。以上で本段からの質問を終わり、答弁をお聞きした上で次席より再質問をさせていただきます。ありがとうございました。市長。公明党、久康議員の質問にお答えします。2点目の環境行政についての1、マイボトル運動、給水スポット拡充への取り組みについてお答えします。長崎市では2050年ゼロカーボンシティ長崎の実現を目指しており、長崎市地球温暖化対策実行計画の4つの削減戦略の一つとして、省資源循環型のまちづくりを掲げ、ゴミの減量化や分別リサイクルの取り組みを進めているところでございます。この取り組みの中のマイボトル運動の推進は、ペットボトル削減や二酸化炭素排出削減につながるものであるとともに、気候変動に関する熱中症対策としても重要な取り組みであると認識しているところでございます。これまでもマイボトル運動の推進に向けては、各種会議やイベント開催時など、さまざまな機会を捉えて市民や事業者の方への普及啓発を行っているところでございます。また給水器の設置につきましては、令和4年5月に長崎市科学館へ、10月にはアグリの丘へ、本年1月からは新市庁舎に設置したところでございます。今年度は長崎ペンギン水族館体験の森の中の森林 体験館に設置しており、多くの方に利用されている状況でございます。さらに今年度は4年ぶりに11月25日26日に開催予定の長崎エコライフフェスタを水辺の森公園で開催することにしておりますので、積極的にマイボトル持参を市民へ呼びかけるとともに、移動式の給水器を設置することで多くの市民の方に体験いただけないか検討を進めているところでございます。今後も引き続き全庁的な取り組みとして、旧型給水器の利用状況や施設の管理状況、利用者のニーズ等を勘案しつつ、マイボトル運動の推進については着実に取り組んでいきたいと考えております。以上、本段からの答弁とさせていただきます。市民生活部長。ご質問の1点目、長崎平和マラソンについてお答えいたします。長崎平和マラソンは、被爆地長崎から平和のメッセージを発信する大会として、被爆75年の節目となる令和2年に開催することとして、警察や競技団体等の関係団体との協議を重ね、
松山町の市営陸上競技場横をスタートゴールとし、長崎港を周回するコースで令和2年11月29日に開催することとしていたところでございます。しかしながら、新型コロナウイルス感染症の世界的な流行の状況を鑑みて、ランナー募集開始後の令和2年4月に延期を決定し、その後一旦取り組みを中断して、被爆80周年である令和7年度での開催を新たな目標として検討を進めることを平和マラソン実行委員会にて決定されたところでございます。ご質問の現在の状況でございますが、事業費の再積算や実施計画の見直しなど、実行委員会の再開に向けた準備を進めているところでございますが、取り組みを中断した令和2年から、駅周辺を中心とした交通状況の変化に加えまして、来年にはスタジアムシティの開業が予定されているなど、交通状況や人の流れに変化が見込まれているということ、それからまた物価高騰による経費の増加も見込まれますとともに、同じ年の令和7年9月中旬から11月末にかけまして、長崎市をはじめとして県内各地で初となる国民文化祭の開催が予定されていることなどから、現在、情報収集等も行っているところでございます。今後、実行委員会の中で十分な議論ができるよう、しっかりとした準備を進めてまいりたいというふうに考えております。以上でございます。議長。環境部長。ご質問の2点目、環境行政についての括弧に、高島の海の環境学習の充実についてお答えいたします。高島の海には、希少種を含め非常に多くの種類のサンゴが生息しており、長崎の恵み豊かな環境を将来に引き継ぐためにも、この高島の豊かな海の大切さを市民や将来を担う子どもたちに伝えていくことは非常に重要なことであると考えております。現在、高島地区では海水浴場という身近な場所でサンゴが見られるという状況にあることから、グリーンツーリズム団体がこれを地域の大きな魅力と捉え、シュノーケリングによりサンゴが観察できる体験プログラムの実施や、島内の高島小中学校において海の環境出前講座や海浜海中清掃を通して海の大切さを伝えております。長崎市におきましても、市のホームページで高島のサンゴを限られた海域でしか観察できない貴重な資源として紹介し、豊かな自然環境の保全を呼びかけるほか、グリーンツーリズムの体験ガイドブックの作成や、毎年夏休みの期間、小中学生を対象に自然と触れ合い、生物多様性の重要さや自然の恩恵を学ぶ親子環境教室において、情報発信の一つとして、高島のサンゴがデザインされたクリアファイルを配布し、周知しているところでございます。議員ご提案の高島のサンゴに特化したガイドブックや図鑑などについては、作成する方法ではなく、例えば、現在、小学校5年生に向けた、5年生向けに配布しております環境副読本に、高島のサンゴを紹介する記事を掲載するなど、引き続きさまざまな機会を捉えて、市民や将来を担う子どもたちに、高島のサンゴをはじめ、市内にある豊かな自然を紹介し、自然環境の大切さを伝えてまいりたいと考えております。以上でございます。消防局長。ご質問の3点目、消防防災行政についての括弧1、軽救急車の導入についてお答えします。軽自動車を活用した救急車につきましては、平成23年4月に総務省消防庁が示す救急業務実施基準の一部改正により、地理的条件などから通常の救急業務を行うことが困難な地域においては、基準で定める収容人員などの要件が緩和され、現在、全国722消防本部のうち、離島や山間部を抱える19の消防本部において運用されております。このような中、道路が狭い地域や斜面地が点在する長崎市におきましても、導入について検討するため、平成27年度に軽救急車を運用している多戸市の現地調査を行ったところでございます。その結果、軽救急車は道路が狭い地域に進入でき、現場到着と救急車の収容時間が短縮されるメリットがある一方で、車内が狭く十分な救命処置ができないこと、
乗車定員が4名であるため、傷病者の関係者が同乗できず、必要な情報が得られないこと、高規格救急車への乗せ替える必要があることなどのデメリットもございました。また、これらのことと合わせ、導入されている多都市では、離島や山間部において、軽救急車を活用することにより、狭く長い道路を走行し、ほとんどの地域で玄関前まで車両が進入できる効果がございましたが、長崎市においては、斜面地特有の地形により、階段や車両が通れない道路が多く、他都市のような効果は得られないことから、これまでと同様、高規格救急自動車と積載しているストレッチャーを活用していきたいと考えております。しかしながら、長崎市でも道路が狭い地域への対応は重要であると考えておりますので、救急隊と同時に消防隊を出動させ、マンパワーによる迅速な救急業務に努めているところでございます。さらに、長崎市の独自の取り組みといたしまして、各消防署に配置している軽のワンボックスタイプの消防車を、火災や救急など多目的に運用しておりますが、一部の地域においては、軽救急車同様に傷病者の搬送にも活用し、地域の実情に応じた救急体制を構築しております。今後とも、長崎特有の道路が狭い地域や、斜面地における消防救急体制に関する調査や研究を進め、市民の安全安心な暮らしの確保に努めてまいります。次にご質問の3点目、消防防災行政についての各項に DX を活用した救急搬送の効率化についてお答えします。DX を活用した救急搬送の効率化につきましては、国が推進するデジタル田園都市国家構想の中で、医療機関との情報連携による救急業務の迅速化を目的として、マイナンバーカードを活用した取り組みが検討されております。これは、傷病者のマイナンバーカードから、救急隊が医療機関のオンラインシステムを通じて、傷病者情報を閲覧し、迅速、円滑な救急活動を実現するために検討されているもので、令和4年度に6都市の消防本部で実証実験を実施し、現在、総務省消防庁がその結果をもとに調査研究を行っており、令和6年の末から全国展開を進める事業となっております。消防局といたしましては、傷病者の医療情報不足から特定の医療機関に受け入れが集中する場合もあるため、このマイナンバーカードを活用し、医療機関名、既往歴、薬剤情報を救急隊と医療機関が共有することで、これまで以上に搬送先を速やかに選ぶことが可能になり、救急搬送の効率化につながることから、国が推進するこの事業を全国に先駆けて、令和6年の末から導入するための検討を進めているところでございます。いずれにいたしましても、救急需要は年々高まっており、救急搬送を効率化することによって、救急車の安定的な確保を図る必要がありますので、今後とも DX を積極的に活用するなどして、救命率の向上に努めていきたいと考えております。以上でございます。危機管理官。ご質問の3点目、消防防災行政についての括弧の3、高島の防災行政無線南庁地域への取り組みについてお答えいたします。防災行政無線は災害から市民の安全を守る上で非常に重要な設備であり、気象警報や避難指示などの防災情報を迅速かつ的確に伝達する手段として整備運用を行っているところですが、気象状況や地形、住宅の気密性など様々な要因により聞こえにくい場合がございます。そこで市街地から離れた山間部など防災行政無線の音が届かない、いわゆる未整備地域には、個別受信機を無償貸与することとしており、職員による音達調査を実施し、地域の皆様とも調整を行った後においても、聞こえにくさが解消されなかった地域として、現在、市内において29地域、約1100世帯を把握し、544世帯に個別受信機を無償貸与しているところであり、高島地区におきましても、1世帯の貸与実績がございます。また、防災行政無線放送につきましては、既存の屋外スピーカーの向きや音量を調整することで、
聞こえ方が改善する場合もございますので、放送内容が聞こえづらいという市民からのご相談があった場合は、職員による音達調査などによる確認を行っているところです。議員ご提案の高島地区の市民に対する無償貸与の対象者の拡大につきましては、これまでに多くの市民の方が有償にて購入されている状況もあります。整理する課題がございますので、慎重に検討させていきたいと考えておりますが、離島特有の風の影響については、一定考慮する必要があることから、まずは地域センターと協力して、現地における音達調査を実施するなど、高島地区の状況の把握に努めたいと考えております。合わせまして、携帯電話やスマートフォンの所有率が高まる中、防災メールや長崎市公式 LINE をはじめとした SNS、テレフォンサービスなど、防災行政無線放送の内容を音声のみでなく、文字情報としても確認できる他の情報取得手段の周知にも努めるなど、災害から身を守るために必要な防災情報が市民の方に確実に伝わるよう、防災行政無線の適切な運用に努めてまいります。以上でございます。原爆被爆対策部長。ご質問の4点目、平和行政についての括弧1、原爆資料館高校生観覧無料の取り組みについてお答えします。長崎市長与町および時津町に所在する高等学校の生徒の観覧料全額減免については、県内の小中学生の取り扱いと同様、学校行事として入館する場合や土曜日、日曜日、または祝日に入館する場合において実施するものです。原爆資料館は、令和元年9月1日から指定管理者制度を導入していますが、現在の指定管理者が公募の際に、次世代を担う若い世代が平和の発信力を育み、関心を高めることを目的に提案した取り組みであり、新型コロナウイルス感染症による影響が落ち着きつつある状況の中、今月1日から実施するに至ったところです。なお、指定管理者の提案事業であることから、実施期間は現在の指定管理期間である令和6年8月末までの1年間となります。今回の対象校23校のうち、令和4年度に学校行事として入館した実績は5校、人数にして402人であり、これまで学校単位での入館はあまり多くないという現状にあります。このような中で実施するこの取り組みが、これまで原爆資料館に足を運ぶ機会が少なかった若い世代にとって、原爆資料館を訪れ、被爆の実相や平和の大切さを学ぶきっかけとなることを期待しております。また、この取り組みにかかる周知については、ホームページ及び新聞等への掲載や、対象校への周知を行っていただいているところです。今後とも指定管理者と連携し、多くの方々に原爆資料館を来館していただき、平和への関心を高めていただけるよう取り組んでまいります。次に括弧2、長崎市立図書館内の救護所メモリアルの活用についてお答えします。長崎市立図書館内にある救護所メモリアルは、かつて新興前国民学校のあった場所に設置しております。この場所は被爆当時、原子爆弾で怪我を負った多くの人々が治療を受けた市内最大の救護所でありました。その被爆の記憶を伝えるため、平成19年度の図書館建設に合わせ、学校解体時に保存していた建築部材を用いて、診察室であった職員室と廊下の一部を再現し、被爆者などの証言映像やパネル、当時使われていた医療器具等を展示しています。この施設は当時の救護の様子を学ぶことができ、平和の大切さについて改めて考えさせられる場所でもあることから、直近の令和4年度では、修学旅行生をはじめ、1万384人の皆様に来場いただいております。同メモリアルを紹介するパンフレットは、今のところ設置しておりませんが、まずは近隣にある長崎県防空本部跡との連携を進めるため、既存の同防空本部跡のリーフレットを改訂し、同メモリアルの施設概要や位置を示す地図を掲載するよう、現在準備を進めているところです。また、図書館内に併設されている利点を生かし、2階の原爆関連資料コーナーや、1階の子ども図書館の平和図書コーナーと関連して施設を紹介することで、来場者の平和学習の理解が深まる一助となるよう取り組んでいきたいと考えております。さらに、
旅行者等が平和原爆関連、原爆関連施設を周遊する際に役立つサイトとして、令和3年度に開設した被爆遺構マップ内のおすすめルートのページに、救護所メモリアルや防空本部跡を含めた周辺施設等を周遊する新たなルートが設定できないか、文化観光部や DMO とも連携しながら検討を進めていきたいと考えております。被爆者が高齢化する中、被爆の実相を後世に伝えるこれらの施設の役割は、今後ますます重要となってまいりますので、市内に点在する被爆建造物等の保存整備を図りながら、各施設を連携させたより効果的な活用に取り組んでいきたいと考えております。以上でございます。文化観光部長。ご質問の5点目、高島の観光についての括弧1、宿泊施設の在り方についてお答えします。高島の宿泊施設、島の宿五平太は、昭和48年に高島総合福祉センターとして営業を開始した施設であり、平成17年1月4日、市町村合併により、長崎市の所有となった施設でございます。現在、主に釣りや海水浴などのレジャー目的とした観光利用のほか、スポーツ合宿や帰省した際の宿泊利用、地域住民の交流会などでの利用、台風などの対応に係る工事事業者の宿泊先として利用されております。宿泊者の状況といたしましては、令和4年度、延べ961人という状況ですが、新型コロナウイルス感染症拡大前では、平成30年で延べ1089人の方にご宿泊いただいており、コロナ前の客室稼働率は約 19% となっております。島の宿五平太は建設から50年が経過している施設で、高島地区に係る長崎市公共マネジメント地区計画において、施設の老朽化が進んでおり、耐震性もなく、このまま継続していくことは困難であるということから、地域の皆様や受託者の皆様にご説明し、令和5年9月末をもって施設を廃止することといたしました。一方、公共マネジメントにおける市営宿泊施設の施設配置の基本的な考え方では、宿泊施設の運営は本来民間事業者に任せる分野であり、原則として既設の市営宿泊施設は将来的に廃止もしくは民間移譲としていることを踏まえ、令和3年4年度において長崎市内の宿泊施設48施設および国内大手デベロッパー6社に対しまして、島の宿五平太の建物または土地を活用した事業の検討可能性の有無についてサウンディング調査を行っております。その主な意見としましても、立地施設の状況から収益性のある事業は困難であり、事業の検討はできない、長崎市中心部から航路で約35分の高島への観光は宿泊ではなく日帰りに適したエリアであるなどの意見が出されております。このような結果を踏まえ、島の宿五平太の廃止後の観光客につき、環境客などにつきましては、伊予島や市内中心部の既存の宿泊施設での受け入れを想定しておりますが、自然災害などへ対応する工事事業者の宿泊先など、施設廃止後も地域に必要な機能につきましては、島内の他の私有施設で代替機能を確保することとしております。次に、ご質問の5点目、高島観光の括弧に電動アシスト自転車の導入についてお答えいたします。高島島内における電動アシスト自転車につきましては、来島される観光客の快適に島内を散策していただくために、平成21年度に7台、また世界遺産登録に向けた観光客の増加が見込まれたことから、平成27年度に8台、計15台を長崎市で購入し、地域団体に貸し出しを含め、管理運営を行っていただいております。令和4年度延べ471台、令和5年4月から8月までの5ヶ月間で延べ195台の貸し出し実績となっております。議員ご指摘の自転車での散策は、乗用車やバスと違い、開放感があることはもとより、自由な散策が楽しめることから、電動アシスト自転車は観光客の利便性や回遊性、満足度の向上につながり、高低差のある島内をストレスフリーに散策していただける
ツールとしてツールであると考えております。当時導入した電動アシスト自転車は経年による劣化で現在アシスト機能が使用できない状態でお貸ししているという状況でございます。このような状況を踏まえ、今後現在の貸し出し状況をもとに自転車の管理運営を行っております団体とも協議し、これら経年劣化した電動アシスト自転車の買い替えや購入台数などを検討してまいります。以上でございます。22番久康議員。はい、一通りのご答弁ありがとうございました。それでは再質問に入りたいと思います。まず最初に、平和マラソン、長崎平和マラソンについてお尋ねをしたいと思います。被爆80周年に向けてですね、本来ならば、スタートするということが、中止の時点で、マスコミ等によってもまた長崎からもですね、発信がなされました。で、当時ですね、どのくらいの方が実際エントリーをされていたのか、まずはそのエントリーされた方の状況をお尋ねしたいと思います。市民生活部長。再質問にお答えいたします。ご質問の当時のエントリーの状況でございますが、フルマラソン定員1万人のフルマラソンの応募数が約8500、その他の距離のランが、ランを合わせまして合計で約9800の応募があっているという状況でございます。以上です。22番久康議員。はい、実際ですね、1万人近い方が、もう登録をされていたということだと思います。そういったことを考えるとですね、やっぱり80周年を心待ちにしているのではないかなと思います。また登録された方のですね、優先権というのも多分発生しているのではないかなと思われます。そんな中ですね、この80周年におきましてはもう一つの国民文化祭というのが実はかぶってくるということで、開催においてやっぱり要検討が大事になってくるのかなと、そこら辺のところは今から話し合いになるかと思うんですが、この80周年という括りを考えたときにですね、時期がどこからどこまでをその80周年として考えているのか、そのことについてお尋ねしたいと思います。自民生活部長。再質問にお答えいたします。これは例えば被爆75周年の際でございますが、これは年度区切りとされてたようでございます。たださまざまな考え方これあろうかと思いますので、それぞれどういった考え方で整理するかというふうになろうかと思っております。以上です。22番久康議員。ありがとうございます。80周年というところがですね、皆さんずっとこう心に残っておりまして、また平和の発信ということを考えたらですね、本当にたくさんの方が誰もが参加できる平和マラソンという位置づけだったかと思います。長崎から発信するにあたってできればですね、こういったことも考慮配慮していただいてですね、話し合いの中を進めてもらえたらなと、1万人近い方のですね、熱い気持ちがそこに詰まっている大会でございますので、ぜひとも進める方向でですね、お願いしたいと思いますが、最後に、その思いについてお聞かせいただければと思います。自民生活部長。再質問にお答えいたします。長崎平和マラソンの検討につきましては、これまでの経過これもしっかりと尊重しつつ、さまざまな状況の変化こういったことも踏まえまして、まずは実行委員会での議論を進めてまいりたいというふうに考えております。以上です。22番久康議員。はい、そういった意味では今からかと思います。目標をしっかり定めていただいてですね、皆さんの気持ちにしっかり応える内容を発信をお願いをしたいと思います。被爆80周年の平和マラソン、ぜひとも、お願いしたいと思います。それでは次にマイボトル運動についてお尋ねをしたいと思います。全庁的にですね、取り組みをしていただくという、市長からの答弁もいただきました。実際ですね、今5箇所入れていただいておりまして、ただやっぱり今年も熱中症とかですね、もう大変アラートが鳴る中ですね、このマイボトル運動、本当に大事な視点ではないか、また息の長い取り組みになるかと思います。たくさんの方が参加をしていただくことによってですね、
その内容がどんどん進化していくということでございますが、その、 スポットをですね、広がりを持っていくということと同時に、マイボトルのですね、運動の広がりも、必要かと思うんですね。具体的にはですね、このマイボトルの広がりをどのように作っていこうと思っているのか、また多都市ではですね、このマイボトルを民間にお願いをいたしましてですね、マイボトル協力店制度っていうのをですね、入れてみたりして、呼びかけをして広く当たっているみたいです。また給水スポットがですね、どこにあるのかというのがやっぱりしっかり分かることも大事かと思いますが、そういったことで給水マップであったり、そういった配慮もいるかと思いますが、どのようにお考えでしょうか。環境部長。再質問にお答えいたします。給水スポットの今後の取り組みにつきましては、先ほど市長からも答弁させていただきましたとおり、引き続き利用状況、それから利用者のニーズ、費用対効果、施設の管理状況等を見ながら、マイボトル運動の推進の観点からも着実に取り組んでまいりたいと考えております。また、マイボトル運動の普及に関しましては、これまで長崎エコライフフェスタ、それからエコライフウィークによる周知啓発のほか、環境行動を促すポスターなどにおいて、マイボトル持参を市民へ呼びかけているところでございます。本年度からは、ポータルサイトや PR 動画の作成を通じまして、SNS を活用し、若者世代への環境行動実践を呼びかけていくこととしております。民間施設に向けましても、幅広い分野から参画いただいております、地球温暖化対策実行計画協議会などを通じまして、各種団体や事業者の方へも、マイボトル運動や給水スポット設置の協力をお願いするなど、取り組みを広げていきたいと考えております。以上でございます。22番、久康議員。はい、ぜひとも推進をですね、しっかり図っていただきたいと思います。まあ、実際交流人口が多く集まる場所としてはですね、原爆資料館、恐竜博物館、グラバー園、出島ですね、観光案内所、さまざまございますが、やっぱり子どもたちも必ず水筒を持ってですね、小学生、中学生は特に出かけている、また学校にも行ってらっしゃる、そういった意味ではですね、スポットとしては必ず必要な取り組みかと思います。優先順位はあるかと思うんですが、ぜひとも、いろんなところのですね、関係のですね、協力をしっかりいただきながら進めていただければと思います。どうぞよろしくお願いをいたします。全場的な取り組みということで、またその計画も今後ですね、作っていただいた中身をまたお聞かせいただければと要望とさせていただきます。それでは次に、海の環境学習ということでお尋ねをしたいと思います。実際高島においてですね、ずっとこの取り組みがなされておりまして、サンゴのですね、2010年からもう13年にわたって取り組みがあって、実はこの学習会というか環境学習の講演会というのを先生、サンゴの専門の先生を中心にですね、毎年この9月であったり10月に開催をさせていただいて、これも2018年からずっと続いております。本当に中身の濃いですね、内容になっておりまして、今まで知らなかったことをたくさん、やっぱり専門の先生でございますので、教えていただくと、要するに今回、その先生方の力を借りてですね、長崎に眠っている資源、本当に素晴らしい資源ではないかと思います。非常に大事にしていきたいところでもありますし、また継続された内容もしっかりあるので、ぜひともその消化物というか、それをしっかりまとめたものをですね、今回はサンゴ図鑑という言い方をさせていただいているんですけれども、まとめていくことについて、長崎市の応援もいただきたいなと思っているところでございます。できれば、小学校を中心としてですね、5年生であったり、副読本として、もし使っていただけると、また広がりがあるのかなと思いますが、いろんな使い方があるかなと思います。またこの作ることにおいてもですね、しっかり皆さん方のご意見もいただきながら進めてまいりたいと思いますので、どうぞそういった意味ではご協力のほどお願いしたいということでありますので、要望とさせていただきます。次にまいりたいと思います。次は平和行政についてお尋ねをいたします。今回ですね、
高校生を無償で9月から観覧ができるといったところで、原爆資料館ですね、スタートがなされました。ただその効果というのがですね、どこに求めているのかというのが少し分かりませんでしたので、今回質問をさせていただきました。実際原爆資料館に来ていただいて、どういったものを見ていただくのかとか、そういった視点も必要ではないでしょうか。できればですね、長崎の高校生であるので、長崎だから、分かるようなですね、そういった企画もあるといいのではないかと思います。例えば原爆資料館の中にバックヤードというかですね、本当に皆さんの市民の皆さんから集めていただいた貴重な資料が実は保管をされております。そういったところなんかをですね、見ていただいたりすることによって、どれだけの思いが詰まった資料館であるかということであったりとかですね、例えば学芸員の方のですね、日頃どういった仕事をしているのかといったこともですね、経験を積んでもらうとか、さまざまやり方によってはですね、高校生においては貴重な体験をこの1年間を通して積むこともできるかもしれないんですね。ぜひとも、ただそういった流れの中で最終的にですね、例えばピースボランティアとしてですね、活躍をしていただくとか、流れをしっかり作っていただきたいところでありますが、考えをお聞かせください。原爆被爆対策部長。再質問にお答えいたします。今回の観覧料全額減免をきっかけとして、平和への関心を高めることができれば、後継者の育成にもつながっていくものと考えております。ご提案の学芸員の業務の体験などについては、高校生の興味を引く、取り組みの一つになる可能性もあるものと考えております。現在長崎市では、青少年ピースボランティアを育成しているところです。今回の観覧料全額減免をきっかけに、このボランティア活動に多くの高校生が参加してくれることは、活動の幅を広げ、平和の発信力を強めることにもつながることから、まずは観覧料全額減免で来館した高校生へ、その活動を紹介するチラシを配布するなど、積極的な参加の呼びかけを行っていきたいと考えております。以上でございます。22番、久安市議。ぜひともですね、積極的な呼びかけをですね、ご検討いただきたいと思います。来ていただいてですね、実際そこから先ですね、資料館を出た後に、例えば被爆以降のですね、見学につながっていくとか、フィールドワークを広げて、できればやっていただけるようなところまで行くと、また全然中身が変わってくるのかと思います。長崎に住んでて、自分の町が以前こういったことがあったんだというのをしっかり体験していただくことで、本当に大事なことではないかと思います。また小中としっかり平和学習というのがなされているところでございますが、高校生においてはやっぱり高校によってかなり違いがあるかと思います。ぜひとも小中高のですね、平和学習のあり方というのも、できればこういったことを機会にですね、取り組みを深めていただければと思います。そういった意味では、このことをきっかけにですね、いろんな意味で継続した、できれば1年で終わるのではなくですね、ある程度継続した取り組みをやっていただければなと思います。よろしくお願いをいたします。各国のですね、長崎市立図書館の休業所メモリアルについてお尋ねをしたいと思います。実際ですね、このメモリアル本当によくできてます。映像でもしっかりと伝えることができて、平和学習の内容としては本当に素晴らしいものがあると思います。できればですね、このメモリアル1万人以上が実は来館を年間しているということでございます。本当にもったいない話ではないかなと思っております。できればですね、この来館においてですね、救護の先にはですね、実は立山のですね、防空壕、長崎県防空壕本部も近くにございます。できればセットで、見学ができるとかなると、本当に、ルートとしても素晴らしいものになるのではないかと。またメモリアルホールにおいてはもうパンフレット一つ実は置いてないんですね。できればそういったこともしっかり対応してもらいたいと思いますが、どのようにお考えでしょうか。原爆被爆対策部長。再質問にお答えいたします。先ほど本答弁でも申し上げました通り、長崎県防空本部跡ですね、こちらの方と
の連携をですね、考えながら、そちらのリーフレットも活用 しながらですね、メモリアルについてもですね、連携した取り組みとして行っていきたいと思っております。以上でございます。22番久井康司委員、はい、ぜひとも連携を、ね、取って、連携を取っていただきたいと思っております。またもう一つ実は、連携を取ってもらいたい場所がございまして、皆さんご存知かどうか分かりませんが、原子爆弾投下照準点と申しまして、時矢橋の近くにですね、福郎橋とも近くにありますが、そこの場所が実は、本当は長崎に来て最初に投下される予定だったという場所になります。ところが、実際はですね、雲がかかって投下できずに浦上方面に行ったという場所でございます。意外とこれ知られてないお話かと思います。ぜひともですね、この3箇所、立山の墓後ですね、それと、できればこの救護所メモリアルとですね、原子爆弾投下照準点というこの3箇所をですね、新しい平和学習のコースとして、認定というか、作ってはどうかと思いますが、ご見解をお願いします。原爆被爆対策部長。再質問にお答えいたします。先ほどご答弁申し上げましたように、先ほど申し上げました、立山ですね、立山の、防空本部跡、こちらとですね、救護所メモリアル、こちらを、周遊するルートを検討する中でですね、今おっしゃられました時矢橋のですね、投下標準点、原子爆弾投下照準点、こちらにつきましてもですね、周遊するルートを検討していきたいと考えております。以上でございます。22番久康議員、はい、ぜひともですね、しっかり検討していただいて、新しいコース、もしくはまた新しい資料といったものもですね、ご用意いただければと、思います。要望とさせていただきます。次に軽の救急車についてお尋ねをしたいと思います。実際ですね、この軽の救急車、私も見に行きました。非常にコンパクトで、本当に素晴らしいものでございました。長崎市においてですね、そういった背景を考えると本当に狭隘な場所が多くてですね、実際この 2.5 メートルの幅というのが基準になっているんですけど、軽の救急車が利用できるですね、その条件に合うような、道路の割合がどのくらいになっているのか、調査されたことがあればですね、把握されていれば、お答えいただきたいと思います。消防局長。再質問にお答えします。市道の総延長は約1800キロとなっており、そのうち福井 2.5 メートル未満の狭隘な道路の総延長は、全体の約 7% の126キロメートルということで把握しております。以上でございます。22番、久康議員。全体のですね、数字が126キロ、約 7% ということでございます。軽であれば進入可能ということであります。できればですね、分かっているんであれば、その場所において、実際、ストレッチャーで走った時の時間、もしくは救急車で、軽で行ったとき、軽自動車で行った時の時間、どのくらいの差があるものなのかですね、そういった実証実験をですね、検証をやったことがあるんでしょうか、もしあれば、お願いいたします。消防局長。再質問についてお答えします。ご指摘の調査につきましては、過去からの救急活動において、活動が困難な地域のうち、軽自動車が進入が可能な地域において、すでに市内全域で調査を実施しております。その結果、軽自動車であれば進入可能な地域は約70箇所ありますが、そのうち U ターンや高規格救急車への乗り換え時間などを考慮すれば、そのほとんどが時間短縮につながらない地域でございました。また、これらの地域は広域に点在しており、仮に軽救急車を運用した場合、複数台が必要となり、高規格救急車への乗り換えにかかる車両、人員の確保や、頻発する出動への迅速な対応が大きな課題となっております。このようなことから、現時点におきましては、これらの地域におきましても、これまでと同様、高規格救急車と積載しているストレッチャーを活用してまいりたいと考えております。以上でございます。22番、久康議員、はい、ありがとうございます。約70箇所がですね、使えるんじゃないかと
ということでございます。実際にですね、いろんな、諸課題がたくさんあって、なかなか実行には難しいということだと思うんですけれども、実際、この軽の救急車を入れているところがですね、救急隊の方が言っている感想を聞くとですね、猛暑、玄関、雨天など、負担が軽減されですね、それと当然、隊員、傷病者の負担も軽減されたと、そういった意味では、価値のある取り組みではないかと、私は思っているところでございます。ぜひとも今後ともですね、そういった意味では、この軽の救急車、しっかり、検討をですね、重ねていっていただいて、市民の皆さんから見ると、軽の救急車がもし自宅の前まで来てくれるということにおいては、本当に安心感をいただけることではないかと思いますので、どうぞ要望とさせていただきます。よろしくお願いします。以上です。休憩いたします。午後は1時から再開いたします。お疲れ様でした。